おいっす、おはーびー。ちょい自信家で超真面目系獣取り獣人 VTuber のアビタカランです。今日はね、久しぶりにランドール学概論についてまた語っていきたいなと思いますわ。ランドール学概論の動画ね、まじあんま人気ないんだよね。視聴回数の割合にね、高評価数全然つかないっていう、まあ目立的なことも言いつつ、私がやりたいからやる、ランドール復帰のために頑張るんだ、私めげるな。じゃあ今回語りたいのはね、ランドールとマイクの関係性についてね、考察していきたいなと思います。ランドールとマイクのね、関係性についてはモンスターユニバーシティの解説でもね、述べたんだけどね、最初の方はね、やっぱりマイクとね、仲良かったんだよね。その後ね、ロアオメガロアに行って疎遠になっちゃったんだけどね。問題はね、そのロアオメガロアに行ってつうか、2人がハウスにね、所属してね、疎遠になったけどさ、その所属する前までは一体どうなったかっていうのがね、またなんか考察のしがいがあるね、項目なんだよね。ランドールとマイクについてはね、まず一つ目はね、マイクが怖がらせ学部を追い出されてからね、まあ、部屋は一緒のはずだからさ、ランドールがこう気まずくなっちゃってね、今まで通りに接することができなくなっちゃったっていうのは可能性の一つとしてあるんだよね。他の可能性としてはね、もう一つ、ランドールとマイクは何やかんやでちょっと仲良かったんじゃないかというぎこちない関係性をね、保ちつつも、今日は何やかんやでね、お互い切磋琢磨できてたみたいな、と思ったけどな。マイクの怖がらせ学部を追い出されてから鎖を考えるとな、あんまり切磋琢磨し合えてない気がするな。だとしたらね、まあ、切磋琢磨できなくてもね、なんか仲は良かったということで、ね、もしかしたら時に遊びに行ってた可能性もね、なきにしもあらずなんじゃないかな。ランドールとマイクってね、本当怖がらせ学部に2人ともいた時はすごいね、仲良かったよね。あの時の関係性を考えたらな、なんかな、まあ、そう逆に仲良すぎてね、その後がちょっと気まずくなるっていうのも可能性としてはあるけどな、何やかんやでちょっと仲良かったというか、ランドールもなんか気遣ってたような可能性もね、捨てきれない気がするんだよな。その辺は語られてないからね、あの時のランドールとマイクは一体どういう関係性だったのか、やっぱり考察の域で止まっちゃうんだけどね。まあ、逆に考察ができるおかげで二次創作がね、みんな考察しまくれるっていうのもあるからね、そこはさすが映画のね、良さをみんな生かしてるっていう感じだよね。さてではね、次のね、気になる点としてはね、お互いクラブにね、所属してから、後のね、関係性について考察していきたいね。まあ、やっぱり思いつくとしたらね、結局疎遠になったっていうね、可能性はね、あるっちゃあるよね。なんだったらランドールは、マイクたちのウズマカッパに対しての嫌がらせをちょっと一緒にやってたっていうのもあるからさ、だからね、ちょっともう関係性は壊れちゃったのかなっていうのも伺えるかもしれないし、もしくはね、まあメダカボックス読んでる方はもしかしたら知らないかな、知らぬいちゃんとね、人吉くんのね、関係性、知らぬいちゃんがね、敵対したけどね、人吉くんはずっと知らぬいちゃんをね、友達と思っててね、そう、お互い敵対関係にはなったけどね、仲は全然変わらないっていうね、関係性もあるからさ、もしかしたらランドールとマイクもお互いがクラブチームに所属してからも仲はあったというか、お互い思い合ってたんじゃないかという可能性は捨てきれないんだよね。まあぶっちゃけ妄想になるんだけどね、その辺は。いやけど可能性として捨てきれないからな。なんだったらね、お互いね、なんかまた関係を取り戻せたらというか、以前みたいな関係戻れたらいいなっていうね、思いをね、秘めてたかもしれないっていうのは可能性として捨てきれないよね。どうしてこういう可能性が捨てきれないかって言ったらね、ランドールのね、こう、モンスターユニバーシティ時代のね、宇宙時間がね、証拠というかね、根拠で挙げられるんだよね。ロアオメガロアのね、先輩たちに、ちょっとね、嫌々ながらも賛同して、なんか、ウズマカッパに嫌がらせとかをちょっと協力したっていう可能性があるからさ、ランドールの本心としては、実は仲を取り、マイクと取り戻したいっていうのも、ね、思いとしてあった気がするんだよね。ここで何が語りたいかって言ったら、モンスターユニバーシティ時代のね、ランドールとマイクの関係性っていうのはね、まあモンスターズインクで敵対しちゃったけどね、モンスターズインクで敵対したからといってね、ユニバーシティ時代の方で仲が悪くなっちゃったっていう可能性はね、もしかしたらないかもしれないっていう、ランドールは関係を取り戻したかったっていうね、気持ちもあったかもしれないっていうのも考えられるし、まあロアオメガロアに所属して、もう完全になんかエリート気質になって、ウズマカップを見下すっていう精神になって、そのまま、仲が悪くなったっていう可能性もまあ捨ては切れないんだけどね、いろいろな可能性があるのがランドールのいいところだよね。そんなわけでね、みんなもランドールとマイクの関係性についてはね、ぜひともね、考察していただけたらいいなと思います。
モンスターズユニバーシティは本当に考察のしがいがあるからさ、ランドールとマイクの関係性についてね考えるとね、本当キリがないけどね、だからこそ楽しいんだよな、あの二人の関係性を考えるの。だからランドール好きというかね、私はなんかそういうちょっと映画で描写された関係性にちょっとね興味を惹かれたっていう可能ことはね十分にあるよね。そんなわけでランドール学概論は今回ここまでだが、ゼロ君分かったかな。俺はソリランほどない、来た、異端者か、消えろランマイハ、ちくしょう、ランマイハはまた戻ってくるからな、覚えてろサリランハ。次回はサリバン×ランドールについてお話をしたいと思います。他の授業受けに行こうかしら。